ほら煙出てるじゃん、ほら。ぷぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日の動画はこちら。ポリッシャーって本当に危険なの？わざと塗装を飛ばしてみたです。前回ですね、こちら両備の RSE1250 だけでボンネットを磨いてみたっていう動画を出したのですが、そちらの動画が意外と好評でしたので、今回は車磨きの動画第2弾になります。そちらの動画では両備の RSE1250 だけで傷だらけの202ブラックのボンネットを磨いてみたのですが、かなり綺麗になりました。まだその動画見てない方は合わせてご覧ください。というわけで、ホームセンターで買える DIY ポリッシャーだけでボンネットをかなり綺麗にすることができました。ただコメント欄を見ていると、やっぱり研磨って怖いなとか、失敗した時のリスクを考えると怖いというコメントもちらほらありました。確かに怖いというそういうご意見すごくわかります。私もこの業界に入る前はポリッシャーってプロが使うもので、素人は触ってはいけないと思っていました。ただ結論から言うと、そんな心配はいらないよって思います。特にこの両備の RSE1250 はほとんどリスクの心配もないので、初心者さんでも安心して車磨きを楽しめるかなと思います。今回は別のボンネットをもう1枚用意しましたので、あえてリスクの高い研磨をやってみて、塗装にどのような影響が出るのか実験をしていきます。特に何の影響もなければリスクが低いっていうことが分かりますし、逆に塗装が飛んじゃったとかそういったことがあれば、そのような研磨をしなければいいだけの話になります。なのでぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。それでは実験に入る前に、もう少し研磨の失敗について考えていきたいと思います。皆さんが思う失敗っていうのは、おそらく磨きすぎて塗装面を飛ばしてしまったっていうことだと思います。私も研磨を始めて練習中に実際に塗装を飛ばしてしまったことは何回かあります。ただその時は両備よりも研磨力の高いシングルポリッシャーで磨いている時に何回か飛ばしてしまったっていうことで、こちらの両備のポリッシャーを使っている最中に飛ばしてしまったっていうことは1回もないです。ちなみに私の周りの職人さんに聞いてみても、両備のこのポリッシャーで飛ばしたことがあるっていう方は0人でした。また両備よりも研磨力の高いこちらのルペスを使っている最中に塗装を飛ばしたっていうことは1回もないです。何が言いたいかというと、ダブルアクションは研磨力も抑えてリスクも控えめにできていますので、塗装を飛ばすというケースはほとんどないと思います。ただルペスはものによっては研磨力が高いものもありますし、車によってはクリア層が弱まっているものもあります。なので塗装を飛ばしてしまうというケースはありえます。ただこちらの両備のポリッシャーはルペスよりも研磨力が低くなっていますので、そういったリスクは低いのかなと考えています。次に塗装を飛ばしてしまう主な理由なんですけど、こちらになっています。ざっくりというと、研磨力の高いコンパウンドを使ってしまった、圧をかけすぎてしまった、ポリッシャー本体が暴走してしまってパッドや本体部分がボディに当たってしまったっていうことが考えられます。また車側にも理由があって、クリア層が弱まっていた、もしくは塗装が劣化していたっていうことも考えられます。今回はそのような塗装を飛ばしてしまう条件をあえて再現してみて、この両備のポリッシャーでも塗装を飛ばしてしまうのかどうか実験をしていきたいと思います。それでは早速実験を始めていきます。今回用意したボンネットは 30R ハードの黒のボンネットになります。このボンネットはもう劣化がすごいので、この端っこの方なんかはもうすでに塗装が飛んでしまっています。今回はあえてこのコンディションの悪いボンネットを使って実験をしていきます。そしてボンネットを3ブロックに分けてみました。左から両備、中央はシングルポリッシャー、右側はルペスを使って磨いていきます。真ん中部分は比較的塗装が残っていますので、ここは一番研磨力の高いシングルポリッシャーで磨いていきます。最初は普通に磨いてみて、回転力をマックスにしてみたり、圧をなるべくかけて塗装を飛ばしていきます。それではトップバッターはこちら、両備の RSE1250 から使っていきます。今回つけているバフはウールバフになります。で、使っていくコンパウンドはこちら、前回と同じ 3M さんのハード1になります。こちらは極細めになります。
じゃあ、りょうびさんからいきます。今日はね、まず回転力は4でやってみます。前回の動画でコンパウンドが切れる前に研磨をやめましょうっていう風にお伝えはしたんですけど、この両尾のポリッシャーに関してはコンパウンドが切れるまで磨いても大丈夫です。ただこれから先シングルアクションとかギアアクションを使うってなると、コンパウンドが切れるまで磨いてしまうとバフ目とかオーロラが入る可能性がありますので、コンパウンドが切れる前に研磨をやめましょうっていう風にお伝えしました。なのでこの両尾のポリッシャーに関してはコンパウンドが切れるまで磨いても問題はないです。もうこれはかなり塗装劣化してますね。こういう端っことか見てもらうと、もう全然クリア層乗ってないですし、なんかグレーになってますよね。コンディションは最悪です。こんな感じですかね、とりあえず。うん、いや、だいぶ綺麗になってるよ。色が全然違うもん。すごいね、ツヤンツヤになりましたね。やっぱり両尾のポリッシャーだけでもこれだけ綺麗になります。続いては真ん中のブロックをこちらのシングルアクションを使って磨いていきます。でこの真ん中のブロックは割と状態はいいとは言ったんですけど、この辺り見てみると結構深めの傷がついていて、これは取れないです。これは飛び石で塗装が剥がれてしまっているので、かなり状態は悪いです。シングルアクションも先ほどと同じウールバフと 3M のハードワンを使って磨いていきます。じゃあ行きます。もう両尾と音が全然違いますよね。でね、シングルポリッシャーはすっごい暴れるので、しかもコンパウンド切れるのすごい早くないですか。感じですかね。うわぁ、綺麗。なんかね、シングルポリッシャーはシングルにしか出せないツヤ感というか、すごい綺麗なんですよね。深みのある色になる気がします。そうね、バフ面入ってる。結構ね、多分外に出すとキラ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 ってなると思います。はい、こんな感じです。続いてはダブルアクションのルペスを使って磨いていきます。ルペスの中でも比較的研磨力の強いサンダーを使って磨いていきます。でバフとコンパウンドは先ほどと同じです。じゃあいきます。ルペスの回転力は4ですね。音がね、派手なんですよね。磨いているこのブロックが一番劣化が激しいですね。本当なんかルペスがちょうどいいですよね。使いやすいしね。よし、こんな感じです。はい、というわけで今簡単にですが3種類のポリッシャーを使って磨いてみました。これだけ劣化の激しいボンネットでも普通に磨いて塗装が飛ぶとかそういったことはなかったので、そこまでリスクは高くないのかなと思います。マスキングを剥がしてみるとこんな感じです。肉眼で見るとシングルが気持ちツヤ出てるかなと思うんですけど、カメラで見るとほとんどツヤの差はないと思います。しっかりと白黒と差が出てるのが分かります。それでは続いてはあえてリスクの高い磨き方をしていきます。まず全部のポリッシャー回転力マックスにするっていうのと、圧もめちゃくちゃ加えて磨いていきます。まずはシングルポリッシャーからやっていきます。
それではシングルポリッシャーマックスレベルの6にしましたので、これでやっていきます。怖いね、6であんまり磨かないから怖いんだけど。いや、ほぼ使わないね。おはは、早っ。え、怖い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 、飛びそう、怖っ。え、無理無理。やばいぞこれ。早いよ。ちょっと一回拭いてみよう。パワーがすごい。あっ、熱い。すごいね、熱がこもっておりました。あ、でも飛んではなさそう。うん、そうそうそう、焼き付きはちょっとあるけど、あ、でもなんか飛び石がちょっとでかくなった気がする。どうかな、あからさまにどこか飛んでるとかそういったのは見当たらないですね。もともとダメージがひどかったこの部分ですね、今度はあえてこの部分を一点集中して磨いてみたいと思います。最初に言っておくんですけど、シングルポリッシャーをレベルマックスで一点集中で磨くっていうのはほとんどないんですね。というか多分絶対しないので真似をしないでください。今回は実験なのであえてやっていきます。なんかちょっと飛んだ臭くない？うわ、この距離でもすごい熱。ほら煙出てるじゃん。ほら出てるよね。怖いんだけど。うわ、めっちゃ怖かった。新年早々冷や汗ですな。暑い、本当にすごい熱よ。あ、すっごい焼き付いてますわ。すっごい焼き付いてるよこれ。これ飛んではない。はい、というわけで今シングルポリッシャーでかなり攻めてみたんですけど、塗装が飛ぶっていうことはなかったです。真ん中ら辺にはやっぱり焼き付きとかは残っているんですけど、塗装は飛んでなかったです。ただこの実験本当に危険なので絶対に皆さんは真似しないでください。続いてはこちら、両火のポリッシャーを使って先ほどルペスで磨いたここのブロックの劣化がめちゃくちゃ激しいこの部分を磨いてみたいと思います。先ほどシングルポリッシャーでかなり攻めたんですけど塗装飛ばなかったので、多分両火で普通にやっても飛ばないんですよね。なので次はこちらの劣化がすごく激しいところを磨いていきます。じゃあ行きます。力はめっちゃ入れてます。めっちゃ入れてる。飛ばなそう。あー、手が痛い。こんな力入れて磨くことないけどさ、今ちょっと角度つけてより一点に圧が加わるようにやってはいるんですけど、飛ばなそう。飛ばないね。すっごいツヤ出たじゃん。こんな感じで両火のポリッシャー回転スピードレベルマックスでかなり圧を加えてエッジもかけてやったんですけど、ここ一番劣化している塗装は飛びませんでした。なので、まあ、皆さん安心して研磨できるかなと思います。
はい、というわけで今回はポリッシャーを使うとどんな失敗があるのか、あえてリスクの高い研磨を使って実験をしてみました。結論から言うと、両火のこのポリッシャーで塗装を飛ばすということはほとんどないと思います。私もシングルポリッシャーで塗装を飛ばしたことは何回かあるんですけど、両火で極端な間違った使い方をしなければ塗装を飛ばすということはほとんど考えられないかなと思います。回転力はほどほどにして、前回の動画でお伝えした使い方をしっかりと守ってもらえれば大丈夫だと思いますので、必要以上に怖がることはないです。ただリスクはゼロではないので、最初からプロショップにお願いするのもいいと思います。でもこの動画を見ていただいて、この両火のポリッシャーは気軽にチャレンジできるポリッシャーだと思ってもらえたら嬉しいです。それと今日やった磨き方はあくまで実験用のかなり危険な磨き方になりますので、皆さんが真似をするということは絶対にしないようにしてください。よろしくお願いします。今後も研磨に関してこういう動画上げてほしいというリクエストがありましたら、コメント欄の方でお待ちしておりますので、皆さんお気軽にコメントの方お願いします。それでは今日はこの辺で、ぬぬでした。バイバーイ。